学びにし。初めての担任で1年生から持たせてもらえたのですごく恵まれていたなと思うんですけども、まあ、なかなかこちらの意図が伝わらなかったりとか思うようにいかないところももちろんあるんですけれども、やっぱりその教員としてその彼らの成長を3年間継続して見守れたっていうのはすごく自分にとっても糧になったなと思います。はい、もう本当に感極まってしまいました。生徒たちが成長していく過程を一番間近で見ることができるっていうのが、まあ、ベタではあると思うんですけども、生徒たちの将来に貢献できている部分がちょっとでもあるっていうふうに思えるところが一番魅力かなと思います。今教えている生徒たちが将来何かしらの形で活躍をして、そのことが風の噂で耳に届くことかなと思います。まず一つ目は相手の気持ちを考えて行動できる人、二つ目は自立できる人、自立している人、自分で考えて行動できる人かなと思います。なんとなく学校は子どもたちのこう居場所であって、大人なのにそこに入らせてもらってる特権みたいな、その子どもたちだけの世界に唯一入れると言ったら変ですけども、今中学校の教員をしてますけど、中学校の子どもたちがする会話、多分保護者の方はなかなかそこに入れなくて知りたいと思うと思うんですけど、そんな会話にも大人ながら参加できるっていうところも、なんでしょうね、いろんな気づきがあったり発見があったり、教員にしかできないことなんじゃないかな、それもまた僕は今魅力のように感じてます。教材研究をしていて、子どもたちがこんな風に授業を受けてくれたら嬉しいなとか、この教具を出したら子どもたちがすごい楽しそうにやってくれるんじゃないかなって想像しながら教材研究してるんですけど、それがうまく子どもたちとマッチして、子どもたちが楽しそうに授業を受けてくれてると、やっぱり頑張ってよかったなとか、もっと頑張ろうっていうなんか原動力になったりします。本校の場合は子どもたちからこういうところが良かったとか、こういうところが嬉しいんだなんて、もちろん表情ではたくさん伝わるんですけど、言葉で返ってくることって実は少なかったりするんです。ただその子の親御さんだったりとか、あと一緒に働いている先生たちに、やっぱりこういうところが良かったと思うようだとか、こういうところすごく感謝してますなんてことを言っていただけると、すごく頑張って良かったなというようなやりがいにつながりますね。この4年間は結構いろいろ初めてのことが多かったので、悩むことが多かったんですけれども、これが例えば一生続ける仕事になったとして、いつまでもこう、言葉はあれかもしれないですけど、悩み続けられる教員でいたいなっていうふうに思っていて、結構これでいいやとか諦めたとか、そういうことでこう悩めなくなっちゃうこともあるのかなと思うんですけど、もっと最善の方法ないかなとかっていうことを考えたり、悩み続けられるような教員でありたいなとは思っています。先生は人の心に残る仕事です。たくさんの人と出会い、一緒に頑張ってきた日々が心に残ります。子どもたちの心に先生が残り、先生たちの心に子どもたちが残ります。人同士の深いつながりが心に残る仕事です。どう